ベックで公開。改めまして、今年のあの司法書士試験合格、本当におめでとうございます。皆様方あの頑張られたのを我々が誰よりも多分知っている、まあ、もちろん皆様方の近くのご家族の方も皆様方頑張られたのを知っていると思うんですけれども、我々も皆様方の頑張りを陰ながら支えてきていた自負がありますので、非常に嬉しく思っております。これからですね、あの皆さんの人生大きく変わっていきます。本当にあの日本において今資格を取って人生が変わるというですね、資格そんなにないと思うんです。ですけれども、司法書士は間違いなくそういった資格だと思いますので、とにかく自分の来年でどれだけ変わるのかというのを、ね、もう楽しみにしていただきたい。もちろんその前に口述試験を、ね、ちゃんとクリアしていただきたいと思いますけれども、そして人生がどれだけ変わったかということを、また機会があれば我々にご報告していただければ、あの本当に嬉しい限りです。試験は今回でもそれから見えて少しだけ出したね。本当に本当に平均で重さが増えてきた。おめでとうございます。何回の受験になりましたか？2回になりました。1年目はどれぐらいだったんですか？ちょっと司法書士でいいですかね。目で見れば、例えば監査役会設置外とか、普通の取締役会廃止したらどうなりますかみたいな。目で見ればすぐ答えられるけど、耳で聞いたときに、それを判断するっていう訓練をしてないと、そのやっぱり判断して、本当に一番上に出るような仕事を方だと思うんです。それで、まあ、知名度というところで、はい、まあ、選んだんですね。松さんに1、はい、ありがとうございます。もう1枚選手します。はい、これはい、いいですね。いきます。ベックで公開。ベックで